8月27日火曜、深夜のバカ力から生放送終了から12時間後の午後3時、 TBS ラジオ第307会議室、机を囲んでいるのは番組プロデューサー池田、ディレクター柳沢、構成渡辺、アルバイト田代32の4名。とにかくやりすぎですよ。僕のテレビが壊されるかもしれなかったんですからね。田代君なんてまだいいよ。現に僕のテレビジョンは粉々さ。柳沢君、それを言うんだったら僕のゲームキューブだって粉々なんだよ。渡辺、俺の人生設計だって粉々なんだよ。池田さん、まさか上層部から。会社の中をバイクで走り回って怒らない上層部なんてないさ。ああ、怒られたよ。かなり上の方からね。深夜放送ってそういうものなのかな、池田くん。って言われたよ。そういうものなわけないじゃん。ファーストの看板がありましたよ。ここ情報じゃねえの、やばいって、人出てくるかもしんねえって、スタジオからやべえって。さあ、今、最初のコーナー曲がって30メートル行きます。全部60メートル行って、次のコーナーでトイレ前、トイレの前除光、その後はここなんもない、ここはなんもない。話題に上がっているのは先週の生放送、伊集院光る深夜のバカ力から聞けばアテネが見えてくるオリンピック標準記録会スペシャルの内容について、初めて聞いたリスナーはにわかに信じがたいことだろうが、番組生放送中の午前2時44分、伊集院は TBS 9階ラジオ制作局オフィス内を全裸で原付バイクにまたがり暴走、挙句アクセル操作を誤り番組とは無関係の社員愛氏のデスクに激突。オフィスの床には数箇所のスリップ痕が残った。しまった、やっちゃった。聞こえてますでしょうか。私、都内某所にあります、室内コロシアムの方に私来ております。これはなエレベーターホールって書いてあるのかな、書いてあるのかな、でいて TB ふんふんって書いてあるな、ここな、なんか東京ビューティーセンターかな、あの主催かなんかの多分イベントがあるのかな。で今からですねコースの下見に行きます。とりあえずですね、一応大会実行委員会の方もついてきてくれてるんですが、でおそらく何か揉め事があった場合、このメガネをかけた、ゲームキューブを壊された実行委員会の方はおそらく、知らぬ存ぜるだと思うんですけれども、ちゃんと聞こえまってますでしょうか、大丈夫でしょうか。あの実行委員会の方に聞きたいんですけども、僕下見の段階で全裸っておかしくないですかね。いや、ちゃんとした格好で回らないと選手として扱われないから。もしかしてルールなんですか。そうです。はい。まず、ここエレベーターホール、ここスタートいたしまして、今私スタートしました。直線が30メートル、直線30メートルで突き当たりまで行きますね。怖いのはここ本当は数字を稼がなきゃいけないとこなんだけど、突然さエレベーター開いてキャードーン、その時は0000正解となります。突き当たりました。これ右曲がりまして、いろんな小さいスタジオが並んでる、通路になります。基本的には長方形になりますんで、この一辺も、大体30メートルになっております。30メートルになっております。ここは僕らが押さえてる打ち合わせ室以外は第4スタジオ、うわ編集してる、なんか第4スタジオは、夜遅くまで残られましてですね、編集してる方いらっしゃいますんで、はい、これは怖いですね。そして、第3スタジオ並びます。第3スタジオ編集してる、第3スタジオ、この時間はどうもガラス越しなんで、ガラス越しに消えた夏なんで大丈夫です。そして第2スタジオの前ですね、ここもここはいないわ、ここはいない、 OKOK。 この3つのスタジオ通りまして、また突き当たりですね。この辺は本来は廊下だからトップスピード行きたいんだよな。ここは大丈夫だ、トイレ前
トイレ前は本当に完全な通路なんで、女子トイレから出てきた人を引かない限りは大丈夫ですよ。ここもまあ約30メートル強ですよね。30メートルで、ここは大丈夫だ。ここ稼ごう。ここ行こう。俺ここあそこでドリフトしよう。ドリフト。あ、そっか、陸上競技にドリフトってないもんね。ドリフトってないし、あと俺なんかふーっと思い出したのは、ドリフトとかホイールスピンとかさせると床に黒い跡がつくんだよね、わだちが。ここからすげーわ。これさ、為末選手が飛んでるやつの比じゃないわ。ここ曲がると、ここターンしない、ここコーン立てて、ここだって今俺下見に行く段階で全裸で入れねえっつうの。同じじゃん距離、ここでターンすれば。ルールだからね、書いてあったんね。ここは編成局制作センターでございます。まあ殺し屋の中になんでそんなもんがあんのかみたいな話なんですけど、ここはきついわ。会議室使ってんじゃん、ドア閉まってっけど。ここ行きの、何、ここの真ん中の通路を通ればいいんでしょ。こ一旦横、そっち側は皆さんの机がいっぱいあるところですけど、そこで稼がないと200メートルが稼げないと。ここを一旦机のいわゆるこう川っていうんですかね、机の列が全部で 1,2,3,4,5,6 そんなにあるんですけど、その机と机の間を通って、で、そしてそれを、曲がってもう一回切り返すの。すごいヘアピンになるじゃんここ。まあ陸上でヘアピンって言い方はおかしいんですけど、これでも下手したらね、膨らむの怖えじゃん。膨らむの怖えからイン削ろうとして、例えばこのパソコンドカンっていくとこ誰の、編成局の北山さんとおっしゃる部長さんのペソ金でございやすと。ねえ、北山さんっていう方はどういう方なのかな。これ今来たところをもう一回逆サイドからずっとじゃね、これ S 字 S 字でずっと行くの。だからこれ両サイド椅子ですよ、両サイド椅子で。これあ、ここが池田プロデューサーのデスクですか。そうです。ていうこと、絶対これぶつかっちゃダメですよね。ダメです。絶対ぶつかっちゃダメですよね。絶対ぶつかっちゃダメです。テレビラジオ局の人がお笑いに絶対っていう時はあれか、本当にぶつかっちゃダメなんですよ。それを本当っていう時あれですよね。テレビラジオ局の人がそういうのを笑いに本当本当って何度も言う時はあれですよね、例のあれですよね。え、これもずっとここ S 字、これも3つも S 字。うお、どうもお世話になってます。あの小崎結構車乗ってる時とか聞いてます。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。どうも、こんな格好で暑いですからね、すいません熱帯夜がもうね。いいんじゃん、人いいんじゃんさ、人いいんじゃんさ、人いいんじゃん、人いいんじゃん、歩いてきてもきついじゃん、マジでこれ。で、この S 字、左行って右に切り返して左行ったところの突き当たりの一番こうやばいとこに入江局長の机、しかも液晶の、ディスプレイありね。やばいじゃんここ、減速じゃん。減速して、ちょっと待って、突き当たりに局長でしょ、局長やばいと思って切り込んじゃうと、出た浅井部長っていう人だ。浅井部長っていう方、これやばいわ。机の上のパソコンがあのスイッチを切らないで置いてあるっていうことは、あのちょっと中座だろこれ。中座パターンでしょ。でのもう一回切り返しので、ずっと切り返し、そうしないと 200m 稼げない。で、1回行って戻って、2回行って戻って、3回行って戻って、4回行って戻って、初めて出口だ。バカじゃねえのお前。この段階で結構きついって。バルンバルン言うぞあれ。あれはルールですか。ルールじゃねえよ。てか一番怯えてるくせに何プロデューサー言ってんの。構成の渡辺だけだよこんな企画、ゴーゴーなやつは。うーわー、怖ー。
ということで、皆さん今戻ってまいりました。合計約200メートルのコースになっております。あ、来てんな俺の愛車。久々に若手芸人に貸していたやつが来てますね。高梨さん、それじゃですね、コンセントレーションを高めてゾーンに入れたいと思いますんで、一回CM をお願いします。大してこれ吹かしてないからね。だってアイドリングでこれだからね。アイドリングでこの状況だからね。これ行くよ。俺ゾーン来てるから行くよ。あんた実行委員会で全ての責任取んだろうね。実行委員会の平野役員のゲームキューブ壊されたやつどっか行ったぞ。あんたしかいねえぞ。 P しかいねえぞ。 P しか。大丈夫？俺23秒マジで目指すよ。23秒行くかんね。でこの直すごいことになるよ。いいのね。行きますか。用意スタートとタイム頼むよ。わかりました。リスナーの皆さん俺行ってくるけど帰ってなかったらごめんね。ごめんね。参ります。用意スタート。あ、見て曲がりました。今ファーストの間曲がりましたけど、ここ情報じゃないとやばいって。人出てくるかもしんねえってスタジオから。やべえって。さあ、今、最初のコーナー曲がって30メートル行きます。全部60メートル行って、次のコーナーでトイレ前、トイレの前除光。その後はここなんもない。ここはなんもない。での制作編成局制作センター。ここやばい。ちょっと一旦停止。ちょっと待って。今のところ結構いいタイム。マジいいタイム。今のところタイムどうなの。ここやべえって。人が多いって。最初のこうやばいって。これ入り口のとこやばいって。椅子ここターンして。ターンなんかあんの。ワンターン目。池田の助やばい。池田の助しまった。やっちゃった。エーストいっちゃった。ちょっとエーストやばい。ちょっとみんな来てる。やべえ。なんでもないですよ。これね、バイクのミニチュアなんですけど、結構でかいんですよ。すいません。ここちょっかか。やばい。ちょっとなんか大きな感じになってきてる。ギャラリーが下見より全然増えてる。今制作センター半分来ました。なんでコピー機とか置いてんだよバカ野郎。お前タイム出ねえって。あと2往復あと2往復で S 字が終わります。営業部長の付けのなんかメンマがある。なんでだろう。ラストです。ラスト出ます。人が8人はいます。死人できる限りで8人います。今行きます。さあ最後あと5メートル。ゴールどう。タイムは記録2分23秒19ってことは試すで。どれはどっち早いの。試すでです。試すでっていうか、池田プロデューサーの池田プロデューサーの机がお前のとこでこれでちょっと当てようと思ったらクラッチの取り方間違えちゃって急に頼ったら、あら見たら怒る。絶対見たら怒る。第三次に。おい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 。それとごめん、もう一個だけごめん。池田プロデューサーの机をやっぱ一個ぐらいなんか壊した方がいいっていうサービス精神出て、サービス精神じゃない時に多分隣の人の CD の山も石垣さんじゃん。完全行った。だってあの暴れんはフェラーリのマークみたいになったもん。この賢者がフェラーリのマークみたいになってパオパオみたいになったから。先輩プロデューサーだもん。マジでお怖い。何後ろのタイヤに CD を3枚ぐらい巻き込んでそれを吹かしたらバリバリバリってきて、ごめんほら今も挟まってるよ CD ケース。これマジでヤバいわ。 CM CM CM
CM だ。